お次のやり込みはファイナルファンタジー4孤独なる戦い。今回はプレイステーション版ファイナルファンタジーコレクションの中の FF4 に関するやり込み。まず仲間が加わったら必要のない装備を売り払う。そして得たギルでありったけのポーションを購入。その後は最初の戦闘で仲間にとどめを刺し準備完了。当然回復役の仲間はいないため回復はまめに行いつつ戦っていく。序盤のボスはほとんどが通常攻撃主体であるため回復の手段を確保することによってさほど苦戦することもなく突破できます。しかしセシルがパラディンに生まれ変わる中盤に入るとある強敵が目の前に立ちふさがります。その強敵とはこのバルバリシア。このボスが使用する黒魔法トルネドは相手のヒットポイントを一桁にしてしまうという強力なもの。その直後に通常攻撃を繰り出してくるため回復が追いつかず敗北。そこで作戦を変更。回復は行わずその代わりとなるアイテムを集めるため通常戦闘を繰り返します。その際相手となるのはこのマリオネイターとマリオン。一番後ろにいるマリオネイターは自分一人になると仲間としてマリオンを次々と呼び出してくるためこれを利用しひたすら倒し続けます。20分経過、まだ戦ってます。ラチが開かないので早送り。ようやく戦闘終了。そして入手したのがこの大量のスケープドールというアイテム。一体これがどんな意味を持つのか。そして再びバルバリシア戦。ここで先ほどのスケープドールを使用。実はこれ自分の分身を作り出し相手の物理攻撃を2回まで確実に避けることができるというものなんです。またバルバリシアの攻撃サイクルは完全に決まっているため相手の行動に合わせてこれを使用。それによって回復の手間も省くことができるんです。そして見事リベンジ成功。その後しばらくは勢いに乗りボスを次々となぎ倒していくセシル。ゲームも後半、あの強敵が再び。先ほど苦戦したバルバリシアを含む四天王。四天王が交代しつつ攻めてくるこの戦いでは相手の弱点を把握しそれに応じて装備を変えていくということがポイントとなる。そして弱点を突くことのできないカイナッツォ、バルバリシアに対してはこのブラッドソードを使用。これは与えたダメージをそのまま自分の体力に還元できるという武器である。攻撃と回復を同時に行うことができる必殺の武器なのだ。見事撃破。そしていよいよラスボス戦。残念ながら大人の事情によりはっきりとした姿をお見せすることはできませんがここでも同じくブラッドソードを使用します。ついにクリア達成。お疲れ様でした。